受精後の哺乳動物の卵子の分割の最初の段階。図表の ZP は透明体。PGL は EN、ポーラーボディ、極体。A は2細胞器。B は4細胞器。C は8細胞器。D、E は双日排気。透明体は哺乳類の卵母細胞の細胞膜を取り囲む糖タンパク質のマトリックスである。 この構造が生死と結合して、船体反応を開始させる。また、子宮へ移動中の肺が、卵管の壁に付着することを防いでいる。子宮に着床する際には、肺は透明体を破り、孵化する必要がある。同様の構造は哺乳類以外の卵にもあり、ウニではゼリーソ魚ではコリオン、カエルでは卵黄膜と呼ばれる。動物種によって、 生死結合への関与の仕方は異なる。例えば人では透明体は ZP1、ZP4 の4種類がある。ただ人の場合は卵子の提供が乏しいため研究が進んではいない。牛、豚など家畜系の動物でも透明体の研究は進んでおり、この場合は ZP3α、ZP3β の2成分が生死結合に関与していると言われる。 マウスでは透明体の糖タンパク質である ZP3 が生死の細胞膜のタンパク質に付着することによって生死は全体症法の内容物を放出する。マウスでは ZP3 の1成分だけが受精に関わっていることを考えると動物種により透明体の機能、構造は異なり複雑なシステムが存在し受精における取得異性を担っていると考えられる。 1980年代から豚の透明体に対する抗体を用いた像、鹿などの野生動物の否認が行われている。また透明体は、糖タンパク質でありこの糖砂に精子が結合するという説とタンパク質の骨格部分に精子が結合するという説がある。どちらの主張も完璧な証拠はなく、現在も混沌としている状態である。 不妊治療の一環として体人が透明体を飛び出して着床する過程をハッチングと呼ぶが、この際に透明体を人工的に壊してスムーズに妊娠を成立させるという治療法が近年多く使われている。ありがとうございます。